無事火雄を撃破し止水艦を突破できたな。あの関羽という武人、紫龍に勝るとも劣らない武芸の持ち主、世間には英春高潔。感心している場合じゃないでしょ。目的地はまだ先よ。その通りだ。都へ達するにはもう一つ五郎館を抜けなくてはならない。そこを守備するのは鬼神と呼ばれる領。果たして奴を退けられる。鬼神といっても所詮人の伝聞、さっきの火雄みたいなものよ。きっと早く先へ進みましょう。五郎館を抜けば洛陽は目前である。緑という獣が守っておるそうだが、我が遺構の前では赤子同然であろう。やれやれ、止水艦を抜いてすっかり調子づいてしまったようだ。こっちはそう簡単に落とさせない。鬼神と言われる緑、今のところそれらしき武将は見当たらないのね。
時はまだ。さすが洛陽を守る関、守備も厳重だな。だが兵器が巨大な分、
これはま鬱陶しい兵器は止まったわね。これで安心して進軍できるわ。攻撃で俺がひるむと思ったのか。貴様らまとめて消し飛ばしてやる。えい、呂不明、現れおったな。奇襲。なるほど。確かに他の人間とは明らかに一線を画した部の持ち主ね。まっ。
してやる。バカな、押し切られた。だよし、これで董卓は追い詰められたも。間もなく楽陽か。そこに行けば古今東西の歴史ずいぶん。まずい、完全に敵の車線に捕らえられているぞ。新
呂布は退けたか。しかし噂以上の手強さだったな。これだけ豪傑が揃った連合軍を至極簡単に相手して圧倒していた。まるで戦の神と言われた蚩尤の再来って感じだな。でも蚩尤は兵器を作ったわけで戦自体は。こんな時まで歴史か。第一、それは伝説の話だろう。蚩尤が実在したかどうかも。蚩尤、奴の強さはあんなものではなかった。見渡す限りの大地を霧で覆い、奴を止めるには持てる力を全て使う。どうしたのだ。蚩尤と聞いた途端急に雄弁になり深刻な顔をして。何でもないわ。さあ、はい。官室を乱す逆賊、董卓を討つ。我が将兵と。はぁ、虫けらどもが帝にたかりおって。董卓よ。てめえが董卓か。呂布はいないみたい。妙ね。敵の本拠なのに守備が薄いの。
将軍へ参る。我が前に立つ者は命を捨てたと心得よ。まずいな、総大将を直接狙ってきた。このまま放っておくと。通してはくれないか。
望に忠実ね。官室を欲望のままに動かし民を苦しめる躍進董卓。はあ、わしはまだ主治肉林を諦めんぞ。董卓を打ち果たすことはかなわなかったか。だが逆賊を都より追い出せた。この名族なくしては得られぬ戦果であろう。お屋敷でわしは諦めんぞ。グズグズするな。さっさと運び出すのじゃ。触るでない。これもわしのもんじゃ。宝玉の放った光は一瞬にして洛陽を炎に包んでしまった。皆が追い詰めた董卓も混乱に乗じて都を脱したらしい。趙雲たちは戦の最中であった劉備、その義兄弟と共に炎の中逃げ惑う人々の救援に当たっていた。その間、私は焼け焦げた瓦礫の中に他の玉がないかどうかを探したが見つからない。洛陽には一つしかなかったようだ。そうと分かればいつまでもここにいる理由はない。私は趙雲たちを促して早くこの都から離れようとした。趙雲は劉備との別れを惜しんでいたようだが、来賓は私が確保した玉についてしきりに関心を見せてくる。もう見られたことなのだ。私は宝玉について彼らに語り始めた。この玉は私の力の一部。私が南へ行きたいと言ったのはこの力を感じたから。洛陽を一瞬にして炎に包んでしまったが、それもそう、この玉に封じられた火の力よ。もっとも董卓はこの玉を強い思念を持って触れない限り、この玉の力は発揮されぬ。自分のものは誰にも渡さないという董卓の強い意志が玉に伝わったからか。なるほど。だけど都が燃えて文献も、これ以上洛陽にいる意味はないぜ。どうする、董卓を追って長安まで行くか。いいえ、次は東に行きましょう。残りの力は。残りって、
の危ない力がまだあるって。あなたたちに起こされた以上、私は力を集めて帰るしかないの。それに力を悪用されたら大変でしょ。起こした責任があるんだから、ちゃんと最後まで付き合ってよね。帰る。一体彼女の力は火だけじゃない。確かに軍団を指揮したものもあった。こんな力、それに私有という言葉に対する反応、もしかして彼女は。ほら、ぼさっとしてないで、早く。落葉はすっかり燃えてしまったな。そういえば焼け跡、随分と古そうだけど鏡かしら。それにしてもすすで真っ黒、これじゃ何も映らないじゃない。え、麗華さんが覗き込んだ途端、これはまさか天板橋。天板橋。太古の昔、この国を治めた権力者が人の運命の交差を見ていた神器。これを使えば人々の考えていること感情などを理解統制できる。人々の、そんな宮廷大慮なものなのか。ひょっとして、面白いこと言うわね。確かに私の力だと戦場しか統率できない。じゃあこの線があなたの運命、そしてそこにあるいくつかの光が運命の中で大きな転機となる場面なの。私たちはこの場面を迎えさせて、その人の運命を前へと進めていく。時には誰かの運命と交差することもあるはず。そうして運命を進めて、俺たちや仲間と巡り合わせるようにするというわけですね。これは誰にでもできることなんですか？いいえ、私たちが出会った人、そして強い運命の線を感じる人だけね。本当は違うけど、私ではそれが精一杯なの。それでも一緒に戦う仲間が増えるのは心強いですよ。いや、神器か。こんなすごいものを使わない手はない。
この玉は。この玉は私の力の一部。私が落葉を一瞬にして炎に包んでしまったが、それもこの玉の持つ。